はい、こんにちは、ガスパです。いや、前回はこのラバーマン倒してですね、このバウンスボール手に入れたんですよ。で、このバウンスボールが弱点のボス、もう誰かと今ね考えてたら多分こいつなんじゃないの、フューズマン。もうビジュアル的にも名前的にもどう見ても電気でしょ、こいつ絶対ゴム弱点だと思うんで、こいつです。あ、一機しかねえな。まあね、例のごとく多分まだ死ぬんで、どうせまあ下見という感じ。うわ、ないこれ、これこいついけんのか。はい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 、まあ下見という感じでね進めていこうと思います。なんだこいつ。あー、いたなー、こんな時。これやばいやつでしょ、当たったら。あー、よし、行こう。コウモリ、はい。おー、何このドローンみたいな。ちょい。おー、はい、こんな感じね。もうね、だいぶ慣れてきたと思いますよ、僕も。こいつ倒せないね、だろう。倒せるんだろうけど。あー、やばい、やばい。よし、やっとこうか。いやあ、やかん。いいね、回復を取ってって、どんどん行きましょう。やばい、いや、やばいやつやん。向こう行けって、はいはいはい、スピードギアで行けんちゃうんけ。ほら、え、何？いらないでしょ、あのステージ。あー、やばいな。あ、はいはいはい、そういうことね。確実に上手くなってるでしょ、俺。もうエキスパートでね、だいぶ揉まれてるんですよ、こういうの。あー、危ない。はいはいはい、行こう。ちょっと完全にスピードギアだ。完全に通り過ぎたよ、ロックは。ネタ師匠切られてる、こいつ。え、どうすんの。ちょ、慎重に。おっしゃ、シューボス。ちょっと待って。いい感じ、9つあるな。使って、あわよくばこの一発で、ヒューズマン、倒そう。わ。なんだこれ。ヒッピー系な。やばい、ちょっと待って、使おう。よし、おし、いいね。チェックポイントでしょ。ほら来た。いらないじゃん、こういうの。
いらないでしょ、別に何もないでしょ。ほら、うわあ、どうすんだ、速攻行こう。はい、よしよしよし、うわあ、気づかなかった。上に行くんだよね。あ、どう行けんだ。よし、シーソーギアで一気に一気に一気に行こう。よし、回復出してくれ、回復を出してくれ。そう、あ、いい感じ、使いたくないんですよ、なんだかんだ。え、いや、使おう使おう。なんだこいつ、潰してくるでしょ。よし、動きが動きが読みづらい。こういってこういって、あ、え、待て、これスピード、はい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 、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、行こうも、はいはいはい、よし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 、いいね。お、来たよボス、行くか、サーバーボール。おい、これノーカットできるぜ。おい、一応回復しとこう。6つあるし、今使ったから5つや、5つあるじゃんか、いけるんじゃない、マジで。よし、行こう、絶対スピード速いな。スピードマン、聞いてる？聞いてるんじゃない？結構。よっしゃ、倒したぞ。え？めちゃくちゃ簡単だったんだけど。てか、このバウンスボール弱点だったのかどうかもあんまよく分かんなかった。やった、普通にクリアできた。いや、やっぱりね、日を増すごとにね、どんどん上手くなってますよ、私。いや、だからヒューズマンじゃん、もう。あ、スクランブルサンダー、おーおーおー、なるほど。これね、で、上攻撃では、あ、こういうことか。あ、いいね、こう地面を張っていくってわけね。はい、OK です、はい、終了。いやー、皆さん無事、まさかの一発で倒せるとは思いませんでした、ヒューズマン。いやー、一番楽だったかもしれない。じゃあ今回はこれまでということで、どうもご視聴ありがとうございました。ではまた。